首切られた人おるんだ。やだ。学校の女子トイレにも出るって言うけど、それかな。じゃあ、あんたら、どろい話で何をわわ言っとんの。疲れとんの。
てけ。のお願いは3回目なんだけど、だって私は3人分生きて人生楽しむんだからね。これが一生のお願いだから。はい。別にね、いけ早かった。ああいう軽い感じのもありなんだ。だってかっこいいじゃん。サッカー部の期待のエースだよ。ねえカナ、中学でクラス一緒だったんでしょ。1年の時だけだし、元の話したこともあるし、代わりに告るなんてめんどくさい。てかさ、そういうのは自分でやんなきゃダメでしょ。だって甘えてもダメ。カナ様、来週のお昼ご飯は全てお任せください。ま、よかろう。関口彩香。うん。で、誰？だからうちのクラスの。知らないな。宇都宮くんのこと好きなんだって。それは俺と付き合いたいってこと？そうだね。そっか。いいよ。え？付き合うよ関口と。でも知らないんでしょ？ああ。お前のことなら知ってるけど。はぁ？ないって言わないでよ。大体ほとんど話したことないし。相変わらずね、クリックリしてんな。私はいいから。彩香のことはどうなの？だから付き合うってば。二人ではセッティングしてよ。じゃあよろしく。カリオと付き合えて、きっとひどい目に遭うよ。どうしよう、マジやばい。嘘じゃないよね。本当だった。本当よかった。ねえ、宇都宮くんってどんな服が好みかな。髪とか伸ばした方がいいかな。
いつもなやかさんでいいんじゃないですか。ちょっと人ごとかよ。人ごとだよ。かな。なに。ありがとね。来週のお昼よろしく。はい、かな様。リア姉ちゃん何？ねえ、今どこにいると思う？知らないけど。ねえ、リアちゃん来てるよ上に。はあ？よっ。リア姉ちゃん勝手に入らないでって言ったでしょ。もう出てって勉強するんだから。不法侵入だよ不法侵入。ひどい。せっかくいいもの持ってきたのに。何？どう？新しい彼氏？暑苦しい。前の人の方がいい。あ、そう。着替えるんですけど。見ててあげる。もう。どこ同士じゃない。だから何？カナ大人っぽくなったよね。リエ姉ちゃんが子供なの。まあ、私の方が可愛いけどね。それはない。おばあさん、カナが反抗期。どうだった？カナのことばっか話しちゃった。はぁ、あ、何それ。だって共通の話題ってカナしかないんだもん。あ、でもすごくいい人だったよ。そう。それで今日一緒に帰ろうって。よかったじゃん。ねえ、カナも一緒に来てくれないかな。ああ、なんで。だって緊張するんだもん、二人っきりは。一緒。あ、いや、今日だけでいいから、お願いだから一緒に来てくれないかな。お願いね。携帯新しくしたからさ、テレビ見れるんだよ。みんな持ってるよね。私も欲しいな。ちょっと見てみよう。はい、現場からお伝えします。おとといの夜、名古屋市内のこちらの住宅街で発見された OL 清水博美さんの遺体は腰の部分から切断されていますが、未だ犯行の方法は明らかになっていません。付近の住民の方にお話を伺ったところ、現場は夜になると人通りが少ないということで、目撃者がいたという情報もこれまでのところ入っておりません。亡くなっていた場所の腰から切断って真っ二つってこと？そうだよ。テレビ見てないの？ニュースじゃこればっかだよ。小学生の時、テケテケの噂って流行んなかった？それ私も知ってる。何それ。こっから下のないお化けだよ。日が落ちた頃に線路の上の歩道橋を歩いてたら、テケテケって音立てて近寄ってくんので、振り向いちゃうとここをバサーッと切られて五輪中で、その時逃げられても3日後には絶対死んじゃうんだよね。そこまでは知らないけど、お話は何か聞いたことないの？ないね、全然知らない。聞いても忘れちゃうから。カナ、昨日のことも忘れちゃうもんね。それ、この年でマスクね。そんなことないです。あたし、ちょっと。あやか、可愛いでしょ。え、あ、うん。貸し一つな。
大橋の頼みだから付き合ってるんだ。どういうこと？いや、同級生の吉見っつうか。何それ？どうした？なんかカナと付き合ってるみたいだったよね。え？何言ってんの？私は別に。宇都宮くんのことどう思ってる？どうも思ってないよ。前言ったじゃん、全然親しくないんだって。そう思ってるのカナだけなんじゃない？私、こっちから帰る。彩香、彩香が来てって言ったから来たんだからね。カナ、いつもそうだよね。上から目線なんだよ。バカだと思って見下してるんでしょ。いい加減にしてよ。過ぎたかな。よし、謝ろう。一面道が飛び散ってたらしいよ。じゃあ早速ですけども、亡くなった関口さんとは随分仲が良かったみたいですね。大橋さん。大丈夫、ゆっくりでいいからね。彩香は
クラスで初めて喋った子で、家も近くてよく遊びに行ったし、勉強とか一緒にしたし、昨日の夜関口彩香さんと君は内海啓太君と夜遅くまで一緒にいた。これは間違いないかな。はい。内海君は二人とは先に別れたって言ってるんだけども、その後のことを詳しく話してもらえるかな。なんかカナと付き合ってるみたいだったよね。え？何言ってんの？別に普通です。途中まで一緒に歩いて別れました。それだけです。本当に何もなかった？ちょっとしたことでいいんだけど。宇都宮君のことどう思ってる？どうも思ってないよ。前言ったじゃん。そう思ってるの。カナだけなんじゃない？何それ。関口さんは昨日に限っていつもと違う道を帰った。それはどうしてかな。いつもそうだよね。上から目線なんだよ。バカだと思って見下してるんでしょ。いい加減にしてよ。わかりません。名古屋の OL 殺人事件です。愛知県警は今日被害者の恋人だった28歳の男を殺人及び死体損壊の容疑で逮捕しました。現場から中継です。橋本容疑者はかなり錯乱した様子で取り調べに応じており、下半身のない女が通り過ぎるのを見たなどと語り、容疑を否認しています。それでは次のニュースです。先日の株学校休んじゃってもいいんだからね。大丈夫。
学校サボったな。人のこと言えないじゃん。心配して探してたように見えないかな。警察に嘘ついちゃった。あの日彩香とはいつも通り別れたって。本当は喧嘩したんだ。お前さ、ちょっと時間ある？お前って言わないで。関口と二人きり話すの一回だけだったけどさ、その時何話したと思う？大橋のことだよ。すっごい自慢してたよ。あんな友達思いのやつはいないって。喧嘩したりもするけど、次の日にはお互いすっかり忘れてるって。二人とも忘れっぽいのが同じだからいいんだって笑ってたよ。近くに送ってやるよ。いい、別方向でしょ。なあ、今度どっか遊び行こうぜ。あ、嫌だった。宇都宮くん、名古屋の事件のニュース見た？え？犯人がさ、下半身のない女を見たんだって。お前もしかしてテケテケのこと言ってんの？だって彩香も名古屋の人と同じようにさ。まあ同じ犯人って可能性はあるかもしれないけど。大丈夫かよ、ガキの噂だぜ。そうだよね、ごめん。Thank you.
で、振り向いちゃうとここをバサーッと切られて五輪銃。新人戦出られなくなっちゃったね。練習サボる口実ができたよ。私あの時本当にいいよ。もう大橋疲れてんだよ。ちょっと休めよな。大橋さんもどうぞ。いえ、私帰ります。
ちゃん。あんた妖怪に興味あったっけ。まさかあんたもテケテケのこと調べてんの。あんたも。ああいや、文化人類学そんなの専攻してんだ。言ってなかったっけ。いつも男の話しかしてないじゃん。まあそれでね、いろいろ調べてんのよ。A4 で何百枚って書かないといけないから。テキテキのことも結構調べたの。ねえ、なんであんたがテキテキに興味持ってるわけ。だって信じないもん。私も今回の殺人事件のこと調べてて、あの子カナの友達だよね。ねえこれ見て。テケテケは夜になると線路上の歩道橋に現れ、歩行者に接近するとされる。歩行者が振り向くとテケテケに殺される。その場で逃げ切った場合も3日後に必ず殺される。近年、体を上半身と下半身に切断された遺体がたびたび発見されており、テケテケの仕業だという噂が小学生の間で広まっている。前にもこんな事件があったの。あったの。まあどの事件も犯人が捕まらなかったり、捕まったとしても証拠がなかったりだけど、戦後すぐにね、兵庫の加古川で自殺した女性の幽霊の話があってね、それがテケテケの都市伝説の元になったらしいの。でね、ゼミの先生に紹介してもらった加古川の学者に今から話を聞きに行くところなんだ。じゃあね。待って、もし私が一昨日の夜にテキテキを見たとしたら、明日には必ず死ぬってこと。何言ってんの。勝負だからね。よし、傑作書くぞ。あのね、カナの命がかかってるって言うんでしょ。ちゃんと分かってるよ。まだ岐阜だから寝てんな。うん。母さんからメールだ。心配してるでしょ。うん。なんて言うとかな。私と一緒にいるって言っときなよ。そうだね。全身シャンメたろ。ちょっと可愛く撮ってよ。さあ、アウストラロピテクス事件を覚えてる？私が受験の時あんたに歴史の勉強手伝ってもらったの。エンジンの名前で私がアウトストラロピテクスって言ったら、あんたが違うアウストラロピテクスだよって言って、どっちが正しいかで喧嘩になってさ。あった。
正しかった方が相手をビンタするって約束してね。教科書見たらあんたの言う通りアウストラロピテクスだった。したよねビンタ。思いっきりね。こっちは勝ってもペチってやるつもりだったのにさ。ねえ姉ちゃんブーブー泣き出してね。大泣きだよ。もうひどいよね。あれアウトストラロピテクスだっけ。アウストラロピテクス。いやー懐かしいな森田先生。元気にしてる？はい、教授によろしくって言ってました。最近じゃ年賀状だけの付き合いになっちゃったな。あ、これだな。三笠町の一丁目だな。60年ぐらい前、女性が鉄橋から飛び降りて自殺したんだ。遺体の下半身が切断されてたせいだろうね。しばらくして地元の子供たちが下半身のない幽霊が出るって噂し始めたんだ。その女性はどうして自殺を。武田君、コーヒー薄いよ。もっと濃くして。あ、すいません。詳しくは調べてないけど何かの事件に巻き込まれたらしいんだな。反狂乱になったってのもそれが原因だろう。ちょっと珍しいことがあるとみんな面白おかしく尾ひれをつけたがるからね。今度は濃すぎるよ。加減とも知らんのかよ君は。なんで言いたいことがあるなら言えよ。いや、すいません。はあ？しかし子供の噂とはいえどうかと思うよね。人の無残な死に様をネタにするなんてさ。彼女の住んでいた場所って分かりますか？うん、分かるよ。あいつに案内させようか。あの辺は分かりづらいからね。だけどその殺人事件僕は関係ないと思うな。こんなこと調べてもしょうがないんじゃない？反狂乱になったっておっしゃいましたよね。具体的にはどういう状態だったんですか？ひたすら赤いものを捨ててたっていう話だね。赤いもの？服でも家具でも赤いものは全部。理由は分からんがね、本当かどうかもね。下がって突き当たって、ここに下宿があったんだろうね。左曲がって左手の茶色い。そうです、ね。あ、そうだね。すみません。ありがとうございます。大家さんの娘さんがまだこの辺に住んでるそうなんですけど、どうしますか。じゃあ連れてってください。何年かおきに鹿島玲子さんのこと聞きたいいう人が来るんよ。あの人は看護婦で綺麗な人やった。亡くなったんは昭和23年です。あ、ほな私が6つか7つの時やわ。赤いものを捨てていたというのは本当なんですか？そうよ、ひどかったんよ。服でも何でも赤いもんはみんな2階の窓から投げて。ねえ玲子さんが何で自殺したか知ってる？ いえ。ここだけの話、アメリカの兵隊に襲われて仕事帰りに
田んぼの茂みで。美人でしょ、目つけられてたんやね。大勢に囲まれて強姦されたってことですか。うん、それにね、本当かどうか分かれへんけど、彼女こういうこと初めてやったらしいんや。だからね、ほら出るでしょ血が。それがあれになってしもて、あ、なんていうにあったかしらの、トラウマですか。あ、そう、それトラウマ。赤いもんが嫌になったんはそのせいやないかって。それの言うことは話半分に聞いといた方がええで。わしも近くに住んどったけど、そんな話聞いたことあらへん。お父ちゃんは黙ってて、親が話してんの聞いたやん。何の証拠もあらへんやろね。だいたいこんな田舎に進駐軍なんか来るかいな。余計なこと言わんといて。あの人は何も知らんのやから。それじゃあ教授によろしく。半信半疑だったんで黙ってたんですけど、もしかしたらテケテケはいるかもしれません。自殺した女性とも関係あると思います。何か知ってんの。あの中学生の時の噂なんですけど、彼女が自殺した場所に慰霊碑が建てられたそうなんですよ。それで彼女の妹が毎日通ってお菓子とか花とかを備えてたみたいなんですけど、震災で彼女の妹が亡くなって慰霊碑も倒れちゃったみたいなんです。テケテケの噂が広がりだしたのもその頃からなんですよ。だからもしかしたら慰霊碑を元に戻せばかな。みさかちょう、目的地の名称を入力してください。だからしてんじゃん。何なのこのナビ。レンタカー代握ったからね。はあ、案内を開始します。やっと出たよ。あの人の話本当かな。分かんないけど、日が暮れる前にやれることだけはやらないとね。慰霊碑ってただの石だよね。ねえどう思う。聞いてる。ねえリエ姉ちゃん、ねえ聞いてる。リエ姉ちゃんねえ聞いてんの。じゃあどうすればいいのよ。何か手がかり見つけないと死んじゃうの私たち。私たち見たのよ、あんたと同じ日化け物見ちゃったのよ。どうして。取材するうちにあの事件のこと気になって歩道橋に行ったら、本当に言うとは思わなかった。なんで言わなかったの。言ったってしょうがないじゃん。な
何時に見たの？あんたは？わかんない。多分7時は回ってなかったけど。じゃあそのすぐ後。でもあと2時間しかない。そんなはずないですよ。だって廃線になって鉄橋は取り壊されたけど線路は残ってるはずですよ。じゃあ目の前のこれは何だよ。枕木一つねえボケ。いやだからあの今調べますから、ちょっと落ち着いてください、ね、ちょっと待ってください。区画整理で地名が変わったのかもしれないけども、教授に見つかったらヤバいよ。急いでよ。ちょっと待ってくださいね。あれ同じだ。もしもし、あの今本当に三笠町にいるんですか？いるわよ、美佐子町に。うん、今なんて言いました？美佐子にいるっつってんだよ。美佐…あの何言ってるんですか。あの美佐子町じゃなくて三笠町です。三笠、あの三つに笠、あの竹冠の美佐子じゃなくて三笠だって。私が間違えたの。聞こえてますか？もしもし。今三坂町にいるんですか？え、あ、うん。じゃあ暗くなる前に行くんだったら急がないと。そっから三笠町には8キロありますよ。え？何？どっち？直進してください。どっちが直進してください。この絵じゃ分かんない。直進してください。もうふざけんな。30分切ってる。そこ、あー、ありましたありました。どっち曲がるの？そこは多分、ちょっとそこで何してんの？いや別に。ここ舐め方教授の研究室だよね。そうですよ。はい。もしもし、武田さん。戸棚の調子を見てくるように言われたんですよ。お、大丈夫だ。じゃあお疲れ様です。え、ちょっとどこ？いや、帰ります。いやいや、ダメだ。いや、帰りますよ。いや、ダメだって。あ、痛い。暴れるな、こっちは。何を切れたの？
貸して。もしもし、もしもし、もしもし。どうしよう。カナ、好きな本いいな。え？こうなったら一か八かだ。左。オッケー。もしもし、右にしたんだろう。諦めないで頑張ろう。どっちが年上か分かんないね。あ、待って、あれ、アウトスラロピテクスだっけ。アウストラロピテクス。あれ、アウトスラロテピクスだっけ。帰ったら受験勉強だね。そんなこと言ったらこの子を学んで赤じゃない。
いかけやがって。そっちに行くから待ってな。なんか赤いものを窓から捨ててたらしいよ。え、なんで。知らない。そうですか、加古川に行った時の。すいません、急に。いいえ、こっちに来てから誰も訪ねてこないから。かなさんは部屋にいます。あ、行ってやってください。自分からは出てこないから。覚えてる？あ、武田です。俺加古川で一緒だった。今度大学に、こっちの大学に転勤になったんで。残念だったね、理恵さん。パズルやるんだ。お茶なんかどうぞ。すいません。かなちゃん、
今日すごくいい天気よ。外出てみない？いとこが死んでからずっとあんな調子なんです。1年間ずっとですか？普通は時間が解決してくれるって言うんですけど、この子はなんだか逆みたい。あ、かなちゃんさ、甘いもの好き？クレパスにさ、これ買ってきたんだよ。